長崎ジュニアバスケットボールクラブです。まずはみっちり行う基礎トレーニングを見てください。よろしくお願いします。平日は火曜日と水曜日の午後4時半からみっちり基礎トレーニングを行う長崎ジュニアバスケットボールクラブ。ウォーミングアップに体幹トレーニング、そしてステップワークまでおよそ1時間かけ数十種類の動きをこなします。軸をちゃんとするとか、やっぱりそれができてるとやっぱ中学とか高校上に行った時に絶対役に立つので、ずっと言ってるのはもう地道なことだけど、それを重ねることが一番力がつくことっていうのをずっと言い聞かせてるんですけど。長崎市の諏訪小、桜町小、平林小に通う女子児童27人が所属していますが、みんなが1週間の中で最も恐れるのが火曜日です。もうみんな練習始まる前に怖い怖いって言って、起きてから泣きそうになります。火曜日の恒例メニュー、20周20周。体育館の隅から隅までそれぞれの目標タイムめがけて全力で20周走ったと思ったら、ちょっと休んで今度は逆回りで20周。きつい、きついです。きつい。厳しいトレーニングを終えてようやく実践練習が始まるのは開始から1時間半後。このハードなトレーニングの成果もあり、チームは日曜日に東京で開幕する第52回全国ミニバスケットボール大会の出場権を獲得しました。体幹とかのとか体力とかの基礎がちゃんと身についているので、ジュニアに入ってよかったなと思って、全国大会に行くのがみんなの夢だったので、全国大会ではちゃんと勝っていい思い出を作りたい。コーチとか教えてもらってる人への感謝の気持ちをプレーで表せるように全力で頑張りたいです。実は長崎ジュニアは7年前この全国大会で優勝し日本一に輝いたチームなんです。当時のメンバーの一人が現在女優として活躍し、 NCC の情報番組トコサダにも出演している永田凛さん、18歳です。もう毎日必死でついていくのがもう大変だったので、でもすごいたくさん優勝する経験をさせてもらったので全部が思い出ですね。多分全国の小学生の子たちがこの1年ぐらいその試合を楽しめてないので、もう本当に自分たちが今まで貯めてきたものをもうぶつけてやってほしいですね。今日は凛さんの可愛い後輩たちが日頃思っていることをカメラの前で発表してくれました。題して小学生の主張。将来6年生になったらなりたいものがある。なに？将来ゆいなちゃんみたいなキャプテンになってみんなを全国大会に連れて行って全勝するぞ。4年の山下美亜です。私は新チームになったらスタメンになりたいです。私は監督とコーチに言いたいことがある。練習に20周20周のやつを10周に変えてほしい。変える予定はないです。ジュニアのみんなに言いたいことがある。なに？それはジュニアのみんなのことが好きすぎて練習はきついけどまだ卒業したくない。イエーイ。
コロナにも負けず仲間と共に基礎を磨き続けた6年生たち。その証を全国大会という最高の舞台で披露できることを心から願っています。長崎ジュニア全国大会頑張れぞー。